四つ星オオキスイはオオキスイ科のカブトムシの一つ。全種に左右二個の黄色い斑紋を持っている。カナブンなどと共に樹液に集まる昆虫である。細長くて扁平なカブトムシ。外形は船型で体長は14ミリメートル前後。全体に黒くて金属光沢がある。覆面は赤褐色で、ふわしも赤褐色。ただし、も節の外側と節は、 黒か主色になっている。頭部は縦長で、中央に不明瞭ながら縦向けに2本の隆起がある。天国はその外側では、やや小さく、内側では粗大になっている。副眼は大きく、触角は赤褐色で、先端に三節からなる玉幹部があり、その部分は扁平になっていて黒か主色を呈する。前胸聖太は前向きに少し狭まり、両側の円は鈍い巨子状になっており、 円の後ろは鋭角になり、中央で少し後ろに突き出している。その背面には前半部に四条の隆起した縦筋があり、中央の二本は中ほどで左右合わさって太い一条になる。両側の条は中ほどで一度途切れ、後方でまた現れ、前後に区切れた形となっている。前肢には粗大な天国の列があり、その間が隆起している。 その中央中ほどと先端近くに一つずつ、琥珀のような黄色い斑紋がある。カナブンの足元で平地から山地まで降り、昼間に活動する。クヌギやコナラの樹液に集まり、そのような場所では樹皮の隙間に潜り込むか、樹皮のくぼみに体を寄せている。樹液には、カブトムシやクワガタ、カナブン、スズメバチなど多くの昆虫が集まるが、 それらの強弱はよく虫好きの話題になるところであるが、森神は単純な力の比較は無意味であり、戦術の差も考慮すべきと論じている。その中で本種に関しては、その比較的小柄な体格と体の扁平さで気配を消すことに成功しており、一番楽に高い効果を上げていると評している。つまりこの虫は樹皮の隙間などに張り付くと、他のより大きい昆虫は相手にせず、 スズメバチなど踏んでも気づかないし、踏まれる、この虫も動じる様子がなく、それはまるで、樹液酒場の玄関マット並みと述べている。北海道、本州、四国、九州から知られ、国外からは記録はない。本州の所属する、大木水虫川一族のみが知られ、世界に100種、日本からは3種が知られる。このうちで緑大木水エッチセレオプンクタータは、 本種に似ているものの体長が8から9ミリメートルとかなり小さい。また全強世に高市場などがない。ムナビロオキスイエッジビブントリスは本種によく似ており大きさもほぼ同じだが全種を縦に走る隆起が部分的にくびれている点で異なる。この種も本種と同様に樹液に来る。以下、種として一ホカ、P1070 以下森ミ、P53 以下 森神、P35 から37以下も引用は森神、P37、黒沢ほか P205 森神、P53。ありがとうございます。